東京ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズの7回戦です。解説は神山聡さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ、まもなく試合が始まるわけですが、西さん、試合前というのはビデオをチェックしたりデータを集めたり、西さんは結構そのデータ重視されるタイプでしょうか。まあ、一応ね、相手のデータを見ながら、試合に臨みますけれども、まあ、どのチームをちゃんと見て、まずはジャイアンツの先発田口が東京ドームのマウンドに上がります。西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか。そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。先頭バッターを出してしまいました。決めちゃうんですか。さあ、そしてバッターボックスには岡本が入ります。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、先制のチャンスです。まあ、やはり先制することが大事なんだ。ずれて言いました、ファールボールです。バッターの岡本、今シーズンの得点圏打率は5割2分1厘となっています。すごい数字ですね。いったー、先制のツーランホームランです。ジャイアンツ、今シーズン第18号のツーランホームランになりました。ジャイアンツが先制しました。2回転になりました。いやー、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー、本当に見せてくれますよね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。初球は何で来るか。初球はボールになりました。これが2球目。インコースボール、ボール先行です。初球に打ちました。どんどん打球が伸びている。伸びて、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。6回の裏、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。岡本がバッターボックスに入ります。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。打った、センターに強い打球。この当たりはどうか。スワローズ、ここでピッチャーが変わります。さあ、そして打席には岡本が入っています。いいところで回ってきましたね。さあ、同点のチャンスです。まあ、ここは逃せない場面でしょうね。なるほど、そうですよね。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。ここは一塁のランナーを進められれば一気に逆転も見えてきますね。なるほど、そうですか。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。アウトカウントはどうしてもなかったですね。まあ、ただ次が彼なんでね、ここはチームとしても期待がかかりますね。はい、その期待のかかる阿部がバッターボックスです。さて、西さん、バッターの阿部対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、左は特に苦労してませんね。右とも関係ないタイプですね。ああ、そうですか。これでフルカウント、次が勝負の1球になります。ここからはいいよ、抜けた、セカンドランナーが抜けた、中継にボールが送られる、セカンドランナーはホームイン。ジャイアンツ同点、3対3、なおも3塁1。いや、西さん、勝負強いですよね。うん、こ
こういうバッティングができるところが素晴らしいですよね。ゲームは同点。さあここでジャイアンツ打順は5番長野。ジャイアンツこの回1点を入れています。さあついにランナースタート。キャッチャー2塁と2塁タッチアウト。盗塁失敗。これです。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。強い当たり。サード取った。一塁送球。一塁アウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。バッターボックスには代打の竹内。まあ小宮山さん、少し苦しい展開になってきましたね。そうですね。打ちのボール打っていった。この打球は落ちそうだ。レフトの前でワンバウンド落ちました。レフト前ヒット。これでランナーは3塁まで進んでしまいました。ここからどう動いていくのか。さあここは慎重にいきたいところですね。さあこの場面で打席には1番の山田が入っています。小宮山さん、犠牲フライを防ぐような配球というのはある。左上っていった。落ちた。最悪だよ。サードランナーがホームに帰っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。スワローズ警戒はしていた相手なんです。ああ終わった。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、とても緊張感のある引き締まったゲームでしたよね。いかがでした。そうですね。あともう一つというところですけど、まあ、残念ではありますけど、まあ、いい試合でしたね。そうですよね。ヤクルトスワローズ、ヤクルトスワローズ接戦をものにしました。一方のジャイアンツですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。